皆さん、こんにちは。本日はアメリカ映画で過去最大の損失を出した映画を僕、湊が紹介します。最後までぜひご覧くださいね。アラモ、2004年。戦争映画は一般的にそれほどうまくいかないと言われていた通り、予算削減にもかかわらず推定損失額は日本円で約130億円以上でした。この映画はディズニー系のタッチストーンピクチャーズの制作でした。この大赤字の後、ディズニーはしばらく実写映画からは遠ざかっていました。シンドバッド7つの海の�伝説、2003年。典型的なディズニースタイルのアニメーションです。ブラッド・ピットのようなハリウッドのビッグスターが主人公シンドバッドの声を担当しているにもかかわらず、興行収入は振るいませんでした。推定損失額は日本円で約170億円以上です。ローマ帝国の滅亡、1964年。世界で超人気のソフィア・ローレン主演であり、ハリウッドの歴史の中で壮大な屋外映画セットでした。映画の脚本、監督、演技に対する全ての賞賛にもかかわらず、その興行成績は残念な結果でした。推定損失額は日本円で約20億円。ザ・マミー、呪われた砂漠の王女、2017年。ザ・マミーはトム・クルーズがこれまでに作った中で最悪の映画となります。ホラー映画としてはかなり悪い結果でした。しかし唯一の勝者はトム・クルーズであり、彼のキャリア最高のグローバルオープニングとなりました。推定損失額は日本円で約130億円です。ロビン・フット、2018年。主演したアカデミー賞を受賞した俳優ジェイミー・フォックスのような大物でさえこの映画を救うことができませんでした。推定損失額は日本円で約110億円。47ローニー、2013年。 NYC のデイリーニュースによると、ローニンは混血の侍、怪役としてのキアヌ・リーブスのパフォーマンスはそれほど刺激的ではありませんでした。47ローニン出演は真田広之、赤西仁、キアヌ・リーブス、柴咲コウ、菊池凛子、浅野忠信。推定損失額は日本円で約150億円。レッド・ダイヤモンド、2016年。カナダ人監督マックス・アダムスがブルース・ウィリスに2016年のアクション映画レッド・ダイヤモンドに出演するように持ちかけ、制作に参加しました。ところがこの映画が批評家からひどく非難され、映画批評サイトロッテントマトでは 0% の評価を受けました。批評家たちはぼったくりで怠惰でずさんな映画と評しました。そして史上最も平凡な強盗映画で時間の無駄であり、アクション映画への侮辱とも呼んでいます。推定損失額は日本円で約13億円以上でした。ギャング・イン・ニューヨーク、2018年。ジョン・トラボルタは悪名高いイタリア系アメリカ人の犯罪者ジョン・ゴッティを演じることに運を試しましたが、彼にとって残念なことに彼の役柄は不評でした。推定損失額は日本円で約5億円以上。オズの魔法使い、1939年。これは間違いなく映画史上最高の映画の一つであるため、今回のリストに取り上げられている最も驚くべき映画かもしれません。しかしオズの魔法使いの公開時には期待した興行収入には程遠いものでした。推定損失額は日本円で約1億5000万円。これは1939年の損失額です。バトルシップ、2012年。バトルシップは2012年公開のユニバーサルピクチャーズ100周年記念作品である SF 映画です。
映画で女優デビューを果たした歌姫リアーナは登場人物の中で最も馴染みのある顔でしたが、彼女だけでは映画ファンを引きつけるのに十分ではありませんでした。浅野忠信が日本の海事妙高の艦長として登場しています。推定損失額は日本円で約300億円。アメリカ本国では散々な結果でしたが、日本ではバトルシッパーと呼ばれる熱狂的なファンを生み出しました。トゥモローランド、2015年。批評家は SF 映画としてファンタジーランドに偏りすぎていると言っています。ただしロッテントマトは 50% を与えたので評価はそれほど悪くなかったのですが、推定損失額は日本円で約200億円でした。ウィンドトーカーズ、2002年。ニコラス・ケイジのせいというわけではありませんが、目立つキャストが彼だけだったのは不運と言えるかもしれません。 MGM が世界的なマーケティング配給の社長を解雇したほどの影響を受けた映画です。推定損失額は日本円で約110億円です。監督はジョン・ウー。鳩が飛ばなかったのも敗因でしょうか。パワーレインジャーズ、2017年。ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー2の公開とかぶったため、パワーレンジャーの興行収入がほとんど伸びないことは決まっていたようなものでした。また下品なユーモアも良くなかったようです。推定損失額は日本円で約100億円以上です。デス・ウィッシュ、2018年。残念なリメイクと言えます。映画宣伝でのあからさまな人種差別と笑えないマッチョに愕然とした人が続出しました。推定損失額は日本円で約100億円以上。ハンソロ、スター・ウォーズ・ストーリー、2018年。スター・ウォーズシリーズの人気キャラクターハンソロを題材にした宇宙版西部劇映画。映画の歴史の中で最も成功した映画の一つに関連付けられているため期待は高いものでした。ソロは最後のジェダイからわずか5ヶ月後に公開され、30ヶ月足らずで公開されたシリーズの4番目の映画になりました。おそらく視聴者はスターウォーズサガからの休憩が必要だったのでしょう。推定損失額は日本円で約110億円。ベンハー、2016年。2016年のベンハーのリメイクは全ての主要な映画評論家から一般的に否定的なレビューを受けました。2016年最大の失敗の一つとして多くの出版物に掲載されました。推定損失額は日本円で約100億円以上です。サハラ、死の砂漠を脱出せよ、2005年。日本ではまずまずの評価でしたが、ヒット作とは言えないようで、推定損失額は日本円で約100億円以上です。同じ原作者クライブ・カッスラーのレイズ・ザ・タイタニックは結構面白かったのですが。ハイランダー2、蘇る戦士、1991年。1作目のハイランダーは面白かったのです。2といっても全くの別物で、こちらは残念な映画でした。実際のところこの映画の出来が悪く、編集で補うため多額の費用を費やしました。しかし興行収入はその半分以下しか得られませんでした。推定損失額は日本円で約25億円です。本日紹介した興行で失敗した映画はほんの一部です。また機会があればご紹介したいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。動画が良いと思われましたら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今後の励みと参考にさせていただきます。本日は僕湊が担当しました。